はい、皆さんこんにちは、ドットリキングダムです。今日も元気にサカツクやっていきましょうということで、ちょっと喉の方をやられてしまいまして、声がダミ声になってるんですけど、すいません。アップで来てますので、アップで解説していきたいと思います。今日そんな重要なアップで解説ではないですかね。はい、まずはここ予告ということで、友達招待の報酬変更と、人数リセットですね。これちなみにもう今来てますね、1回ね。で今また、新しくなってるので、ここからメニューからですね、フレンドでここで、報酬アイテムのところを確認してもらえればいいのかなと思います。僕もまだやってないんで、まあ、2人目まではやろうかなと思いますね。はい、で、まあこれのクリアの仕方、同一携帯1個で、クリアする、まあ、裏技的なのをメンバーシップの方でやってますので、メンバーシップの方はぜひその動画もう一回見ていただいたりとか、あとまだメンバーシップ、考えられている方はぜひですね入っていただけると、僕の動画作りの励みになりますので、よろしくお願いいたします。はい、では行きましょう。はい、続いて星5星4星3以上スカウトの変更ですね。チャールズはいますね。もうそれだけでいいですね。はい、続いて、監督スカウトチケットのラインナップも、来ましたね。ディキャン、マチョーニ、というところですかね。マチョーニ嬉しいですね。これ多分あれ相性いいんじゃないですかね、三次クリックとかにも。はい、でリーグランキングイベント来てますね。はい、いつものごとくですね、リーグを回っていってポイントを稼いでいって、ランキングが、各リーグごとに出ていきますよというものですね。意外とまあこの報酬が、美味しかったりするので、ここですね、まあ、僕は個人的には時短ウォッチがすごく嬉しいんですけど、まあ、やっていけたらいいかなと思いますね。まあ、ジャイアントキリングで、ポイントを加算していって、まあ、トップを目指すというのが、このゲームのポイントなんですけど、まあ、ちょっとジャイアントキリングめんどくさいので、普通に、分回して、大量得点で勝って、上位目指していきたいなというふうに思います。はい、続いてこちらですね、リーグ、あ、違う、SWCC カップも来ています。上江さん、ナイスですね。リーグランキングイベントと SWCC カップ同時に開催することで、同時に進めていくことができるので、これは最高ですね。しかも、まあ、今回は、レジェンドマッチも来週ということなので、おそらくね、素晴らしいですね。今回はしっかりと、まあ、リーグの方を回していって、リーグランキングの方の、報奨ももらいながら、 SWCC カップもガンガン回していって、金トロフィーをたくさんゲットしていきましょうというところで、非常にいい流れなんじゃないかなと思いますね。はい、そして SWCC カップが本日から開催という形になっております。僕はダイヤモンドディビジョンでの参加という形で、いきます。はい、優勝目指して頑張っていきたいなというふうに思います。さあ、いつも楽しみにしているのがここですね。 SWCC 限定星5、トロフィー交換ですね。タラダリということで、ここに来て、ユベントスが来ましたね。まあユベントスもですし、今イタリア染め来てますので、そこで使えると。でクラッシャーということで来ておりますので、3次クリックの方の、クラッシャーのあれですね、ガッドゥーゾと同じような感じのクラッシャーですね。で、イタリア染めの方はダイナモ指定でしたよね。はい、でまあちょっと残念なのが、そんな強くないかなっていうところですね。うん、ちょっと残念かな。この選手はトロフィーで交換していく、ほどの選手ではないのかなというふうには思ってしまいますね。聖域と超回復まあこの超回復が5つの牌なら話は別だったんですけど、そうですね、超回復、まあ前半終わって後半入る時にビュンと回復してっていうぐらいですね。はい、でマークの方もテクニカルマークということで、まあ、そんな強いマークではないですし、まあ、ちょっとですね、このトロフィー交換選手の、ところをもう少し運営さんには頭を使ってほしいなと思いますね。全くこうそそられないと言いますか、
ガチ勢のダイヤモンドで戦っているオーナーからするともはやもうちょっとどうでもいいというか、ゴールドトロフィーの、もうですね、このリーグランキングやりながらのカップ戦でトロフィーが集まると言ってもですね、僕前も言いましたけど、正直別にゴールドトロフィー僕はもういらないんですよね。誰もいらないですからね、この交換選手。ダイヤモンドディビジョン勢がもうやっぱりこうワクワクするような報酬がないと、ちょっと何のためにやってるんだってなってしまうので、ここはですね、まあ、例えばですけどトロフィー100個でこういう選手、もうトロフィー1000個で今あのチャールズレベルの選手とか、例えばそれぐらいぶっ飛んで、いる選手がここに加わって難易度が高ければ高いほど、まあ、ダイヤ勢とかガチ勢、はそこでやっぱりやる気が出てくるんで、もう少しちょっとトロフィー交換選手をもう一度見直してほしいなというふうに改めて思いますよね。これだってピエモンテで別に実名じゃないわけじゃないですか。だったら別にもう示談とか出してもよくないですか。とかもうバッチョとかでもうトロフィー300個とか400個とかでものすごい強いみたいな、めっちゃテンション上がりますよねみんな。なんでもうちょっとユーザーを喜ばせるような、誰が喜ぶんですかタラダリって。だってユーベファンの僕ですらもう別にって感じになっちゃうんでね。だからやっぱりもうちょっとユーザーをワクワクさせるような、試みっていうのをやってほしいな。何なんですかね、ガチャでワクワクして課金しか煽らないっていうのが、なんか今それが手なんですかね、わかんないですけど、もう絶対に僕はもっとエッセンスいっぱい散りばめて、もっとユーザーワクワク、サカツクが楽しいっていう風に持っていった方がいいんじゃないかなって僕は思いますけどね。はい、さあピックアップスカウトですね、新星号、登場ということで3名、新選手でピックアップ来てます。はい、でこの選手はあれですね、多分特別、はい、そうですね、レジェンドマッチ2月中に開催って書いてありますが、まあ来週かな、多分、のボーナス選手ですということです。はい、で3人ですね、まあいつものごとくステップ1が 2400GB で回せますよっていうところ、それから 10% ですよっていうところですね。でステップ2も安い、しかも1名確定、ステップ3も確定、4も確定、5も確定で全部新選手ですよっていう感じなんで、まあ、特攻キャラ今回3名しかいないんで結構集めやすいのかな。まあそうですね多分50連もすれば3人揃うんじゃないかなと思いますね、普通に。はい、で選手見ていきましょう。さあさあさあ、フランスですね、中央突破のデキャン監督染めで使える、感じで来ておりますが、まあ ABBC でゴレアドールということで、まあちょっとこれは弱いですね。もう特徴ごめんなさいですけども見る必要もないかなと。でランアップはもうこれも強いですけど、別にこれも簡単に手に入るというか、大したスキルじゃ今となってはそんなに、驚くスキルではないかなと思いますね。ナビル・フェキルも ABBC か、かなり、数値落ちる。で超回復に勝負師にリクパレートドリブルか、微妙ですね。はい、ズマ、クルズマもよく出てきますけど、ABBC か、スパイダーマーク久々に見ましたね。今やもうレジェマで無料で手に入るスパイダーマーク、僕多分200個ぐらい持ってますねスパイダーマークは。これも弱いですね。はい、完全にレジェンドマッチの特攻キャラとして使って、あとはもうコインっていう感じの3人ですね。で他はまあ金コインの選手たちっていう感じでしょうか。はい、で提供割合がそうですね、新選手が 2% それ以外 0.1 なんで、まあ約 10倍近く新選手が出やすくはなってますよということですね。まあもうこれ完全にレジェンドマッチの特攻選手が欲しいオーナーさん回して、そうじゃなければ同じ 10% であれば絶対にこっちデルピエロ・ガッドゥーゾの方がいいかなと思います。なので
まあ、無課金美課金の方はというかもうはっきり言って無課金美課金廃課金ガチ勢全員このピックアップスカウトは回す必要はないかなと思いますね。金コインが欲しいっていうだけですかね。うん、まあ確実に、消費 GB が安くてで、星5がたくさん手に入るとは思うので、まあ売却して金コインたくさんゲットして、メインとなる選手の限界突破のアイテムと交換っていうためにはいいかもしれませんが、まあそれ以外の目的でこれを引く価値はないのかなと。覚醒済みでレベル50で出られても使えるスキルといったらまあランアップシュートぐらいなんで、これ何でしたっけ、あリクパレートか、リクパレートも、うん、微妙ですね。はいって考えるとまあ最近の中でも最も引く必要が全くないガチャなのかなと思いますので、安いからといって、無理に回さない方がいいのかなと思いますね。で2月は一応セガでいうとサカツクの周年の月なので、26周年かな、サカツク自体が誕生して、うん、っていうものもありますし、月末多分大きなガチャ控えてますこの2月で、4月ですね、4月がサカツク史上最も激アツのガチャが来る、周年祭ですね、4周年のガチャ控えてますので、まあ、この辺はですね、GB 使わずに温存しておくのがいいんじゃないかなというふうに思いますので、はいおすすめしませんっていう感じですね。はい、ということで、まあなんか今週のアップデートはまあ何もないようがないかな、うんっていう感じですね。はい、ということで、この辺で動画終わりたいと思います。ということで皆様ここまでありがとうございました。それではまた。